平野氏を香港滞在中の、ルイ・ヴィトン、メンズファッションショーに期待と歓喜。香港、29日ナムバーアイ、ナンバーアイ、の平野仕二26、が、香港での滞在を報告し、世界的高級ブランド、ルイ・ヴィトン、のメンズファッションショーへの招待を受けたことを明かした。 平ヤは自身のインスタグラムを通じて、アットライスルーテンから2024プレホールメンズファッションショーにご招待いただき、香港にお邪魔してます、と報告し、30日に開催されるメンズプレホールンカ書集ファッションショーに出席することをファンたちに知らせました。招待されたことを喜ぶファンたち、報告に対して、 平野のフォロワーたちは興奮し、ショーも街並みも楽しんで、同じショーが見られるかと思うと楽しみ、招待されたんだ。さすが、素敵すぎて夜景が目に入ってこない、といったコメントで賑わっています。ファンたちの期待が高まる中、平野は明日のショーを楽しみにしている様子を綴りました。香港の夜景に魅了された平野 平野はさらに香港の美しい夜景を背景にした写真を投稿し、明日のショーを楽しみにしながら綺麗な街を見ながら過ごしたいなと思います。とコメントしています。この投稿にはビクトリアハーバーの夜景が美しく広がっており、彼の滞在が贅沢なものとなっていることを伺わせます。ファッション誌、エルジャポンでの活躍。 平野は先月、ファッション誌、エルジャポン、の9月号の表紙を飾り、その中でルイ・ヴィトンの洗練されたスタイルを披露していました。彼のファッションセンスは、ファッション愛好者たちから高く評価され、その影響力はますます拡大しています。香港の観光地での開催、メンズプレフォールバンカ書集、ファッションショー、は香港の旧竜半島ウォーターフロントの、 観光地やベニュー・オブ・スターズで開催されます。この場所は、香港の美しい夜景とともにショーが繰り広げられる素晴らしいロケーションとして知られています。世界中にライブ配信。ショーは日本時間で午後9時から開始され、ルイ・ヴィトンの公式チャンネルとインスタグラムで世界中にライブ配信されます。 これにより、世界中のファッション愛好者がイベントをリアルタイムで楽しむことができます。なお、ショー終了後も公式サイトにアーカイブが残る予定となっています。平野のファッションシーンでの活躍。平野はこれまでにも、トベの YouTube やインスタグラム上でルイ・ヴィトンを身につけ、そのスタイリッシュな魅力を披露してきました。 彼のファッションセンスは若い世代を中心に広く支持され、その影響力は日本国内外で拡大しています。平野紫耀の香港滞在とルイ・ヴィトンのメンズファッションショーへの招待は、彼のファッションシーンでの活躍と人気を象徴しています。ファンたちは彼の活動に期待を寄せ、香港の美しい夜景と共に行われるショーに注目しています。 世界中のファッション愛好者は、インターネットを通じてショーをリアルタイムで楽しむことができ、平野のファッションに対する情熱がますます広がっていることでしょう。